日一瞬だけ会いに行くわ、嬉しい。こんばんは。ね、明日早起き頑張ろうね。じゃあ私横浜が信じられないぐらい遠いわけだから、早起きってこと。ピエーン。日曜のために美容室行ってくる。あ、可愛くなっちゃうんじゃないの。多分ちゃんと話せんのラスト。わん、ピエンピエン。でもそうですよね、この2日間がきっとみんなとがっつり話せるラストの日。寂しいね、そう考えるとね。こんばんは、楽しみです。もう信じられないぐらいみんなと話しちゃうんだから。楽しみましょう。あとはそうっすね、こんばんは。今カラオケだから公園の二次会やっとるやん。超詰め込みで話すね。じゃあ聞く線になろう。ごめん、お疲れ様、可愛かった、楽しかった、ありがとう。あ、すごい、ハートがいっぱい、嬉しい。めっちゃ楽しかった。今日もファンの人いっぱいいたの。ピース、こんばんは。羊ちゃんの同期見センターぶち上がり、嬉しい。やさりも話してくれ。いや話すよ、話すけど、話したいことを全部聞き終わったら最後、次はさやなが喋る。取れすぎちゃった、本当本当ね。こんばんは。今日はよく眠れそう。てかマジ、ポケモンスリープ入れたらめっちゃ寝つきよくなったわ。お布団に入ってから携帯をいじる時間がめっちゃ短くなった。なんかポケモンと一緒に寝なきゃと思って、お布団入ったらすぐ携帯をこうやって置くようになったから、めっちゃ睡眠時間確保してる。あれはいいゲームだ。さやがいつまで続くかってのが問題です。明日は話し倒さないとね。いや、そんな時間ない。私が話したら終わってしまう。いや、お互いに爆速しゃべりしたらキュンってできるから。あ、お手紙も嬉しいよ、嬉しい。こんばんは。今日は早く寝るのでちょっと短めに配信終わりにします。なぜかってちょっともう眠い、すでにもう眠いからね。明日一部からのために早めに就寝頑張るね。お互い頑張ろうな。俺も昨日入れてみたよ。マジでいいよ、ポケモンスリープ。でマジ飽きちゃうからな、ちょっとしたら。そこが問題。そう、いつも以上に何話すか。確かに、まあ見つめ合いも楽しいって説もまああるんだけどね。今日の余韻と明日への期待で寝れない可能性ある。まあそしたら明日の午後寝るって感じで。1ヶ月前から家に声かれてる。心配。病院行った？漢方とか出してもらえな。マジで漢方すぐ治るで。まずいけど、めちゃくちゃまずいけど、信じられないぐらいまずいけど、3回言うぐらいまずいけど。そう、みんな詰め込んでいっぱい話そう。こんばんは。ゆちさん、ギフトありがとう。漢方の面、いやさやも漢方基本嫌いなの。なんだけど喉のための時だけは絶対飲む。まあ、やっぱね、喉にいいのは漢方なんですよ。めっちゃ喉にいいの、漢方は。そうだからさ、
飲まざるを得ない。でも喉以外のケアに漢方は絶対飲みたくない。嫌だ嫌だ嫌だ。あ、病院嫌い派ね。一定数おるの。1ヶ月声枯れてるのは心配よ。見つめ合いは勇気いる。まあ実際あのリアルお話し会での見つめ合いは若干気まずさはあるよ。ちなみにね、トメさんギフトありがとう。声枯れたのは龍角散ダイレクトじゃないした。マジ龍角散ダイレクトめっちゃ効くよね。超効く。龍角散の粉のやつはマジさ、匂い嗅ぐだけであのおえつしちゃうんで無理なんですよ私。ダイレクトとかトローチは舐めれるんですけど、粉のやつは本当に匂いだけでおえってなっちゃうの私。多分体が拒絶してる。最近病院がコスパいい。じゃあ病院にコスパとかないのよその概念。違うのよ。まああのあれね、医療費がね3割負担とかだからね、そう実際はそんなにかからないよってね。コスパとかじゃないんだけどね。療薬は即賃逃がし。もたさんお疲れギフトありがとう。こんばんは。サリ夏バテになってない？最近めっちゃ食欲あるから多分夏バテしてないね。友達は龍角散のドアメ舐めてまずくて。あ、それも龍角散のドアメ無理。龍角散のドアメとか無理な人はマジ龍角散ダイレクトか龍角散トローチがいい。トローチはねのどあめほどまずくないよ。スースーするけど。えさ最近全然食欲もりもりよ。え多分さ夏バテってさ基本あんましないんだけど、もとそもそも今年もしてないね。全然してない。最近の私の大好物みんなに教えてあげるよ。エビカツが入ったサンドイッチ。マジで最高。2日に一遍のペースでこれ食べてます。いやマジで今食べるもので一番うまいのはエビカツサンド。これは本当に本当なんで、みんなぜひ食べて。めちゃくちゃうまい。エビカツサンドがここ最近で一番うまいです。キャラさんギフトありがとう。どこのがおすすめとか特にないかも。見かけて買う。うわある買おうって。まあでもコンビニのやつとかはあの歩きながら食べれてうまい。あの楽ちんでうまい。高い高いけどコスパ悪いけど、コンビニのパックは取り出しやすくて歩きながら食べれるから、最近は帰りとか家までの道中お腹空きすぎてやばいって時それを片手に歩いてたりします。もぐもぐしながら。こんばんはね。エビカツサンドをそんなさ暑いさ外でさ歩きながら食べてるっていうのを聞いただけで、あーサヤリンは夏バテと程遠いんだなって感じるでしょ。マジで夏バテしてない。でもそれさ、その肉のカツはあんま好きじゃないの。もともと昔からトンカツとかチキンカツとかマジエビカツだけ。カツ系で好きなのマジで自分で注文するぐらい好きなのはエビカツだけ。それ以外のお肉のカツはね別に今出たらお弁当とかで出たら食べるけど、そのご飯屋さんとかに行って自分で注文は絶対しないぐらいのランク。わかる？嫌いじゃないんだよ全然。美味しく食べれるんだけど注文はしないみたいな、このラインあるじゃん。そんな感じ。
エビフライよりはエビカツの方が好きかな。まあ、好きだけどね。眠くなっちゃった。じゃあ話変わるんだけどさ、最近さオンデマ見ててさ、やっぱ私シルエットちょっとだけ削れたよね。細くなったよね。ちょっとだけね。嬉しい。みちゃんこ嬉しい。世界で一番好きな食べ物はとんかつです。とんかつが好きな人ってさ、とんかつを一番にするよね。わかる？とんかつ好きですって公言してる人は大体圧倒的にとんかつ好きじゃない。いいね、そのハマれる食べ物があるって。削れたって言い方、いやマジで削れた。足も遅くなった。足はね、でも言うてそんな、太ももはちょっと変わったけど、膝下は全くのと言っていいほど変わってませんね。こんばんは。今日背中綺麗でした。本当？背中見える衣装あったっけ？日暮らしとアイドルは背中出てるか。嬉しい。やった。でも確かに背中のお肉も減った。でもさ、アイドル6年半目にしてさ、この前さコンサートのリハの時にダンスの先生にさ、ちょっともうちょっと姿勢よく踊ろうかって怒られた。素人みたいなダメ出し食らった。そう、なんかさ公演とかはさもう自信あるからさ、なんかさ多分姿勢良くなってんのよ、自信の表れで。でもリハの時さ不安すぎてさ、多分めっちゃ不安そうに踊ってたから、勝手にこう体もこう丸まってたんだろうね。めっちゃ初歩的なダメ出しされて、すいませんってなった。ごめんなさいって。だから気をつけまーす。めっちゃ練習しよう、コンサート。ちょっとまだ自信ないのよ。やっぱ自信ないと、でもやっぱ下見ちゃう、なんか番号とかさ、位置の番号とかさ見ちゃうから、やっぱ姿勢悪くなっちゃうよね。そう、姿勢悪い印象なかった。本当、私結構普段の生活は猫背なのよ。だから他のメンバーとかにふと撮られた写真とかめっちゃ猫背で、うわ直さなきゃっていつも思いつつ直らない。そう、ストレートネックなの私。そう、首がこう前に出てんのよ。そうだからこう後ろに下げたいんだけど、やっぱ気抜くとねウィンってなっちゃうのよ。私の通常のスタイルこれなの。もう丸いでしょ、だからこれが理想。腰はねあんま痛くならないんだけど、背中がめっちゃ凝ります。猫背でストレートネックだと、そう背中にた、なんか多分めっちゃ力かかっちゃうから。こんばんは、チキンです、ありがとう。ちょっと直したいなと思っているよ。だから最近本当にずっと意識してる、こうやってデフォルメしない。え、結構マジでこう、これマジで一番お、何それが気抜いた時の体勢、これ良くないよね。こんばんは。あと多分普通にインナーマッスルがマジでないんだろうね。やっぱその腹筋で体の姿勢って保ってるから、筋肉、そのインナーマッスルがないとこうニオンって
落ちちゃうらしいから、インナーマッスルを鍛えなければならない。今日何時から配信始めた？20分ぐらい。でも15分経ってるのか。ぼちぼち終わりにしようかな。ちょっと短いですけどね。明日の早起きに頑張んなきゃいけないからね。さささっとお風呂入ってさささっと寝ようっと。明日100点の顔でみんなに会わなきゃいけないから。ちょっと変なとこに髪の毛ある。毎日100点、本当嬉しい。じゃあランキング読もうっと。13位、黒狐さんありがとうございます。12位、ニューヤマヒロさんありがとうございます。11位、ケンケンさんありがとうございます。10位、ともちさんありがとうございます。9位、わさっぴさんありがとうございます。砂井康さんありがとうございます。7位、直人さんありがとうございます。6位、スノーさんありがとうございます。5位、もたさんありがとうございます。4位、あちさんありがとうございます。3位、キャロンさんありがとうございます。2位、ヒーラリンさんありがとうございます。1位、はとめさんありがとうございました。では明日は一部から、みんな朝早いけど気をつけてきてね。おやすみ、バイバーイ。